香川の中西部、弘法大師空海が改修した灌漑用のため池、日本最大の万能池。その北東に広がる国営讃岐万能公園は四国で唯一の国営公園です。花と緑あふれる園内には自然と触れ合い、仲間や家族と語り合える空間が広がっています。エントランス広場を抜けると、そこに広がるのは8つの湾山に囲まれた広々とした芝生広場。穏やかな香川の地をイメージした緑の絨毯で寝転がったり遊んだり、自然の中で思いっきり楽しめます。広い園内、軽やかに散策するならレンタサイクルで、爽やかな風を受けて走る全長およそ 4.5 キロのサイクリングコース。また万能池の美しい姿を眺めながら散策を楽しむなら、展望遊歩道へ。公園には四季を通じてさまざまな花が咲き誇ります。中でも春先に咲く水仙と秋のコスモスはどちらも四国最大級の規模。広々とした花畑に色とりどりの花々が咲き乱れる風景は、訪れる人の目を楽しませます。四方を森に囲まれたオートキャンプ場ホットステイ万能は、国内でも有数の広さと設備を備え、日本オートキャンプ協会より最高峰の基準である5つ星の認定を受けています。季節を問わず快適に過ごせるログハウス風のキャビンにキャンピングカーサイト、日帰りでバーベキューを楽しむデイキャンプと、ニーズに合わせて自然を満喫してみてはいかがですか。冬になれば高さ10メートルのシンボルツリーや高さ5メートルのシャンパングラスタワーなど、四国最大級のイルミネーションが園内をロマンチックに彩ります。澄み切った冬の夜空に咲く花火も圧巻。豊かな自然の中で大きく深呼吸。国営讃岐万能公園は安らぎのレクリエーションスポットです。